翼に力を。レナちゃん、投げるよ。乗り文章みたいだ。ねえ、都市も作んないの？紙飛行機。ミサちゃんのことでも考えてるか？花でも持っていこうとか考えてるんでしょ。鈍いね。うん、よく言われる。でも鈍いぐらいならきっとちょうどいいと思うんだ。よくわかんないけどね。まあ風化らしいけど。さあトッシー、何のお花買っていってあげるのさ。赤かな、青かな。あ、白かもしれない。元気な子だから黄色かも。トシ、どうするの？トモヤに聞けばいいよね、好きな花。頑張んなよ、トシ。そうだね。だから風花さんがこのままでっかい花瓶の中に入って、お花サービスです。受け取りなさい、受け取りなさい、受け取りなさい。私は花の妖精です。おほほほほ、ミサちゃんの病気を治しに来たのです。妖精さんだから日給アイス1本くれないと。ちょっとすごくやだ。
バカだ。全然喜んでないんだろうね。私と歩くの嫌ですか？私にも兄がいたからです。智也さんがミサさんに接する姿を見ていてすごく疑問に思うんです。それぞれの生き方を見つめているものだと思います。決してその人の生き方に干渉しようとはしないと思います。兄弟が兄弟以上の感情を持って接するならば知れませんね。そういうことも。ミサさんは
るとき、いつも最初にあなたの姿を探している。あなたのそばにいると安心したように微笑んでいる。少しでもあなたが離れると途端に不安げな様子になる。覚えていますよね、風花さんとあなたが授業を抜け出したとき。ミサさんはひどく慌てた様子で心細そうにしていて、私たちは大変驚きました。でもあなたの姿を見つけたとき、彼女はいつものように笑顔になった。彼女はあなたのことが好きなんです。しないでください。私、あなたのことを買いかぶっていたのかもしれませんね。子供みたいなごまかしをする人だとは思いませんでした。あなたはもっとまっすぐな人だと思っていました。ミサさんの気持ちを知っている。でもあなたはそれを拒絶している。私はそれが不思議でとても腹立たしくて仕方がないんです。見えない力で彼女を苦しめている。かすみちゃん、遅いね。夕暮れが寂しいね。そんなことはないと思うな。ともやくんってそういうことをしない人だと思う。うん、僕もそう思う。歳とは違うんだよ。堂々としてるしね、風花。うんうん、はあ、あんたに智也の爪の赤でも煎じて飲ませてやりたいわ。あんな風にビッと男らしくなるかも。あんたも少しぐらいだね。勝手にそんなこと決めつけないでよね。理想はそりゃああいった感じのやつが好きかもしんないけど、それとこれとは話が。
でも大丈夫だって。別にああいうのは理想かもしれないけど、すぐに好きとか嫌いとか考えられないから。本当？いい人だとは思うけどさ。でも告白されちゃったらどうしようかな。ご覧になりますか？私の兄が生きていた証明を。これです。これは兄の描いた絵です。そうですか、それも兄が描いた絵かもしれません。兄の絵はどこにでもありますから。コピーならどこにでもあります。別に本物でも大した値段ではありません。通常であれば対しての疑問ですか、それとも兄に対しての疑問ですか。絵に興味はないようですから兄のことでしょうね。兄は大学教授を目指すよう親から厳しい教育を受けさせられていました。年が離れていましたから、私が10歳ぐらいの頃です。毎日睡眠時間を削られるほど勉強して、一流大学へ受験。しかし落ちました。親の期待を一身に受けていた兄に周りはとても厳しかった。兄が絵を描き始めたのはその頃でした。才能があったんです、勉強よりも。ですが周りは兄にそんな生き方を求めてはいなかった。
兄様、お引っ越しですか？私も一緒に行きたいです。お兄様がいなくなったら私はすごく辛いです。どうしてですか？お兄様、後で知りました。そして東京で絵を描いて生活していたそうです。ええ、足元を見られ詐欺同然の値段で絵を売りながら、それでも生活を楽にしたくて必死で必死で、普通の人の何倍ものスピードで、しかし何倍も上手に絵を描いて、それでも生活は苦しくて。それはそうです。描けば描くほど、作れば作るほど価値は下がっていくのですから。兄の絵にはどれもこれも魂がこもっていた。素晴らしかった。でもそれは自らの命を削ることに等しかった。ついには電話を止められて、古い木造アパートの一室でたった一人病気になって、助けを呼ぶこともできずなりました。兄が亡くなったのが分かったのは1週間後です。私が兄の部屋へ行った時です。ものすごい匂いがして、ドアを開けてみたら、キャンパスに向かったまま椅子の上で兄が、私は刺繍に食べたものを全部吐き出して、そしたら10歳の頃の私の姿が私が今、私が来るなんて知らなかったはずなのに。お兄様、お兄様、どうして？お兄様、どこに連れて行くの？お兄様、お兄様、私の。お兄様、どうして私への手紙にはこんなことになっていることを書いてくれなかったのですか？
て、触らないで、それはダメです。いや、お兄様を連れて行かないで、お願い、お願いですから。戯れだと誰もがそう思っていたでしょうけど、私は兄が好きでした。今でもあの絵は私の宝物です。あれだけは一つのコピーもない。教えてくれないのですか？